小山湾の秋の味覚ベニズワイガニの初競りが昨日射水市の新港漁港で行われ、威勢のいい声が漁港内に響きました。所狭しとずらっと並んだベニズワイガニ、まるで赤い絨毯のようです。今年の初競りは猛暑の影響もあり、市場に並べた時のカニの鮮度を保つため例年より1週間ほど遅らせて行われました。昨シーズンは能登半島地震の影響から漁獲量が大幅に減少しました。今シーズンの水揚げも地震の影響が心配されていましたが、初競りに並べられたベニズワイガニは1900匹と例年並みのスタートとなりました。富山湾でのベニズワイガニ漁は11月から来年1月にかけて最盛期を迎え、5月まで続きます。